てか、ハルキさんとんでもない名前してない？今更やけど。これ、これ、そうですよね、これ。おそらく。これ、下の下の下の下ですよね、多分。組んでる人がアウトって大丈夫？さあ、行くぞ！今日はあのみんなに協力して敗北しまくってるだけだからさ、恐怖か。いやー、きついな。いや、鹿はマジできついな。やばっ、鹿があったからやべ。中央には入れるけど、ケチェン即死しちゃったわ。あれでもチェーン避けるしかもう方法なかったっすよね。秒数数えるのもちょっと遅かったか。セカンドチェイスでちょっと伸ばすしかないぞ。84、今の環境自分が絶対強いっすよ。ケースが伸びるかどうかやな。ナイス、1スタン先行くよ。呪い溜めてんのもでかいな。これ、うわー、これ中央で逃げて呪い溜めてもろて、もうこれ、あの、傭兵さんはもういいから。傭兵さん、これ、あの、まずい。あれ？あ、これダメ、傭兵さんがまずい。うん、だよね。話したらもうそっちはもう上がんのか。こっちは多分義士が開けてるっしょ。いや、こっちやばいな。いや、まずい、いや、まずいな。
いや変えたもんね、鬼没に。じゃあ間に合うんじゃん。惜しかった、勝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 った、オッケー、よし。よーし、勝ったー。マジで即死したからほんとよかった。さあ行くぞ。中央出窓か、これあるの。大儀式なっちゃう。サザンオールスターズの歌ってそんなのありましたっけ。エロ、あのなんだっけ、エロティカ、エロティカセブン。え、なんかちょ、待って待って待って、え、俺なん、ちょ、え、俺なん。降りた。え、渡す。中央入ってきたら全然いいな。変えた？ドキンドキン。え、俺じゃねこれ。どこだ？やつは、あ、いや追ってるな。板がないからね。これでもさ、みんな忘れたかもしれないけどさ、病院の板ってここにもう一枚あったのご存知だろうか。だいぶあったよね。寄せてくるんだったら、でマンペエロ博士が救助に行く。大丈夫かな、これ二人で行った方がいいんじゃないか。あ、ナイス。危ない、一緒に助けよう、意味深みたいな、ちょっとあれあるけど、マンペエロ博士とがコラボレーションして二人で救助に行くことによって 100% 救助を成し得ると。ナイス。こっからの、はい、救助で残り5割で投げるのがそっちだったら俺の解読が進む。正面に近づかないでくれよ。正面に近づかなかったらもう全然あるぞ。いや、ドッキン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 、来てる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 。いやいやいや、来てる。でもう一度ワンチャンスで、マンペーロ博士とが寸止めをしっかり、はい、寸止めを検知しっかりつけるので、こうやってで、マンペロ博士です。あ、OK、 あ、そうした。でもこれさ、あっちに行ったら多分大丈夫じゃないかな。だよね、走れば多分勝ちじゃないかな。そこにおるやろうけど、走れば勝ちじゃないかな。マンペーロ博士逃げれる。マンペーロ博士もう出れる。ハチじゃない、ハチ、ハチとかハチとかない、ハチか小屋か。あ、なんかよくない。ナイス、よっしゃー。
いや、これは俺何もしてないぞ。